藤谷蓮次郎です記憶旅行と題しましまたた当チャンネルご覧いただいだてありがとうございます、えー、今日はあしばらく間が空きましたが今公開中の映画について私が素人ながら勝手な感想を言わせていただくという新しい映画のシリーズを生かしていただきますまあ、映画についてね私が勝手にお話を23分3分から5分くらいでさせていただくというシリーズなんですが。えー 今日取り上げるのは2023年に、まあ、今回が3作目が今公開してて、2作目のシリーズを偶然見まして、ああ、この人たちすごいな、この人たち面白いなと思った記憶があってすぐ動画で感想を出したんですが、それの3作目がたまたまフラット入った映画館でありましたので、えー、こちらのお話をさせていただきます。えー、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズという作品なんですが、 えー、そのお話、えー、少しでも、まあ、参考になったという方はぜひともチャンネル登録、またいいねで共感を示していただけると私にとって励みになりますのでよろしくお願いします。えー、ベイビーワルキューレ、ナイスデイズという作品は先ほど申しましたベイビーワルキューレという女の子、女の子という言い方、えー、すべきじゃないかな若い女性2人の、えー、2人組の人の命を殺めるタイプのお仕事をする人。 えー、youtube なんでちょっと言い方にこだわってますが、えー、人の命を仕事としてあめるお仕事をしてる人、えー、これは二人、えー、若い女性二人のコンビで、今回の第三作目で、えー、片っぽの伊沢さんという、えー、まあ、 あれは白くしてるのかなあーブロンドというか、の、ショートというか、ふわっとした髪の、えー、方の方が二十歳になるんだっていうシークエンスも入ってたんで、えまあ、あのー、今まで10代だったんだって初めてそこで分かりましたけど、まあ、若い、えー、女性のそういう方。で、それが教会に所属してて、で、教会から言われて、えー、まあ、その仕事に行くもんですから、えー、人の命を 取るようなやつなんで、決定的な出来事なんだけども、一切そこに思い入れがなく、ただ、そのこう、行動をすることを楽しんでいるというか、これが私たちの仕事っていうことを、普段は結構テンションの低いというか、よくある、え、まあ若い女性独特のくちゃくちゃくちゃっていう喋り方して、どこまで本気でどこまで冗談なのかな、みたいなところがある役をやって、え、ある。 キャラクターとしてて作られてるんですが前回は浜田達臣君とかも、達臣さんとかも出てきて、えー、まあそこの兄弟、兄弟、兄弟なのか兄弟なのか忘れましたけども、そういう男性二人の、えー、その同業の人とぶつかって、まあそこのアクションシーンがメインでした。今回は、あこれもどういう事情かの説明一切なく、ただお仕事で宮崎に行って、その宮崎で、 えー、フリーのその仕事、フリーというか勝手にやってる野良って言ってましたけど、野良として仕事をしている、えー、池松壮介さんとバチッとぶつかり合って、えー、激しいアクションシーンが縦横無尽に展開すると。えー、見どころとしてやっぱ縦横無尽に展開されるあのアクションシーン。すごいな、この人。えー、特にアクションの、その二人組の 女の子の中心的にやってるのは伊沢さんの方らしいんですが、高石さんもすごく動いてですね、あこの人たちすごいな、こういう動きができるまで、もちろんこの人たちだけじゃなく、受けの役者さんたちもね、えー、どれほどこれだけの動きするのに練習し、節制しっていうようなことを感じながら見てて、あかっこいいな、すごいなと、で、女の子で そういう仕事っていう感覚がすごくいいなと思ったんですけど今回の「ナイス・デイズ宮崎」を舞台にした方は宮崎の景色とですねで宮崎県庁なんかも協力してましてその辺が風景として面白かったんですけどそれ以上に重要なのはこの,この人たちの圧倒的な肉体の動きの中で、まあ、相当バン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 血のりが飛んだりするので15歳以下は見れない。 っていうか進めないっていう例の検定がついてましたけどまあそれはそうだろうなというような感じはありました、えー、その上でですけど少し第2作よりりもも情緒的なもんが加わります、えー、この2人の思いそして仲間に対する思いっていうのが出てきますただし元が人の命を殺める病気に殺めていく人たちなんで、えー、そのシークエンスいるかなそういう流れいるのかなってちょっと思ったりはしました、えー、私は。 えでも、やっぱり伊沢さんと高石さんというヒロインの2人がとっても魅力的なんで見るに値する映画だなというふうには思いまして見るに値する偉そうな言い方ですけどえただ、もう1つだけ加えるとものすごく彼女たちそして周りの役者さんたち池松さんも含めて素晴らしい肉体的な動きをしますし今回、ゲストとして中心的な役割を担った前田敦子さんもそうなんですが皆さん動くんですけど その分、ドンパチドンパチやるシーンで、あれだけ肉体のパフォーマンスの高い、そのお仕事する人たちが無駄玉何本打ってんだろうと。やっぱり、アクション映画ですから、あのシーンが好きなんだろうけど、その分説得力がちょっとなくなっていくなってきはちょっとしました。だから最終的には殴り合い、蹴り合い、あるいは刃物でっていうシーンの方が、私は説得力があるような気はしましたということだけは、 勝手な感想としてて言っておきます、えー、ものすごくドンパチドンパチやりながら、まあ、心の内面加えちゃうとちょっと物騒なんですけども、えー、でもいい映画だなって一生懸命撮ってるなっていう気がしましたそれから前回も出てきた、えー、中井さんっていう可愛らしい女優さんもうやっぱりいい感じで出てきてくれてるので えー、このシリーズまだ続けばいいなと坂本雄悟監督のこの「ベイビー・ワルキューレ」そしてこのメンバーで続けばいいなと思った次第です、えー、今日は今回始まりました「ベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズ」多分3作目になりますが、えー、こちらの方のお話をさせていただきました、えー、少しでも参考になったという方はぜひともいいねの方もよろしくお願いいたしますそれではまたお目にかかります失礼します